どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のキメロシと中南ゆきことサクです。ということで、君の花になるブルームグッズ1万円分爆買いしてしまった。やっちゃった。やっちゃいました。すごいじゃん。はい、ということでですね、新カージュードラマ君の花になるがついに放送ね、先日始まりまして、やっぱね、日に日にブルームの人気が凄まじいことになってるなと。こうバーっと広まって、拡散しますよ。広まってますよ。とても盛り上がってるなと。まず初めにね、ちょっとみんな知ってると思うけどお伝えしたいのが、ブルーム初のライブハウスツアー開催決定。あれ、なんてなんて興奮しすぎて。興奮しすぎた。ライブハウスツアーが開催決定ということで。ライブハウスツアー。ライブハウスツアー。その名も、レッツブルームツアーファースト&ラストということで、嬉しいんだけども、早くもラストってツアー名に入ってるっていうね。まあね、期間限定だからな。そうそうそう。まあ複雑な気持ちもあるんだけども、とにかく行きたい。で、ツアーなんですけども、東京、大阪、福岡の3カ所で開催されるんですが、なんで東京が1日だけで、しかも会場小さいんだと。本当に。あ、そうなん？そう、東京のね、恵比寿リキッドルームっていうライブハウス知ってるでしょ、なんだけど、もちろんね、リキッドルームは何回かライブ見に行ったことがあって、もちろん素晴らしいライブハウスで、そう、ライブハウスが悪いとかじゃないんですけども、うん、やっぱブルームの人気考えたら、ちょっとチケットはプレミア中のプレミアになるんじゃないかなと。もう競争率すごいよと。そう、先着順なんだよね。もう明日ですよ。明日の10時なんですよ。だから。そう、これ。じゃあ、あれじゃないですか。追加公演で新宿バティオス。いや、もっとちっちゃい。おすすめする。そう、俺らだから。でね、これがアップされてる頃にはもうチケットがね、取れたか否かが分かってるので、じゃあテロップで載せておきますね。はい、ドン。ということでね、私はブルームのライブに参戦できるかどうかわからないんですが、はい、まあライブ行くとなったらね、グッズ買っとかなきゃっしょっていうことで。なるほどなるほど。そう、それちょっと気が早いけどね、やっぱりボーイズグループのライブにはうちわだとかペンライトだとかね、いろいろあった方が楽しめますから。早速買ってきましたよと。あんたおたかつうまいですね、なんかね。いやー、なんかね、鏡のように。いや、もう行けなくてもグッズ買うっつって。いや、まあそうよ、それは。あら、とりあえず買うんだから。素晴らしい。はい、ということで、現在ね、渋谷原宿のベースヤード東京さんで、うん、君の花になるポップアップストアが開催されてまして、はい、そこでちょっと買ってきました。素晴らしい。そう、他にもね、いろんなところで、まあそれこそ通販とかでもね、グッズは購入できるので、ちょっとぜひチェックしてみてください。ということで、1万円分ね、ブルームのグッズ買いましたので、すげー、早速紹介していきたいと思います。はい、ドドンということで。おい、すごい。ちょっとね、1万円分ですよ、これが。もう紫色見えますね。紫見えますか。はい、ということで、まず何からいこうかな。じゃあ、まず何と言ってもこれですね、ドドン。おぉ、ペンライト。ペンライトじゃん。ブルームペンライトということで、まあ、こちら結構大人気で、もう通販で品切れになったり、割と店頭分がすぐ売り切れたりとかするみたいなんですけども、ちょっと買ってきました。うわ、開封じゃん。開封じゃんですよ、これ。おぉ、来た。ということで、赤、ピンク、青、白、オレンジ、紫、あ、金色と全員分ね、もちろんありまして。おー、すごいすごい。いや、これ最高やん。7色あります。ということで、これね、ブルームって書いてあって、かわいい。そこ絵の部分にもブルームって書いてあって、いや、ライブでこれ振りたいね。いいねー。まあね、ライブ参加できなくてもやっぱりテレビの前でブルーム見れますから。確かに。テレビの前で振っても全然いいですからね。いいですな。これめちゃくちゃしっかりしてておすすめですな。いいね。いいね。はい、続いて、まあちょっと大きいから先に行っちゃうか。うちわでございます。出た、でかダン。あ、ダンだ。ダンと、もちろん、たくみ。たくみー。たくみで。いや、これね、非常に迷ったんですよ。まあ、もちろんね、たくみは買おうとは。はいはいはい。もちろん思ってたんですけど。推しだからな。推しなんで、僕の推しなんで買おうと思ってたんですけど。まあ、やっぱりね、この笑顔見ちゃったら。いや、かっこいい。この笑顔見ちゃったら、買うしかないでしょ。リーダーだ。リーダー、そう、リーダーだし、やっぱ僕ら、高橋文也くんにね、思い入れあるじゃないですか。確かに。割と、機嫌がいい時のダンだ。機嫌がいいです、皆さん。ダン、この笑顔することあるんだね。うん、かわいい。アイドルモードのダンだね。いや、しっかりしてるね。しっかりしてるよね。後ろも可愛くて。ね、後ろもそう、メンバーカラーで、メンバーのキャラクターが乗ってるうちわです。ええやん、ええやん。かわいいですよ。これもね、それこそテレビ見ながら、これを持ちながらね、うん、振ったりなんかいいんじゃないですか。ええやん、ええやん。はい、で、続いて、じゃあこれも一気にいっちゃおうかな。福袋ですな。はい、ドドン。はいはい。ぬいぐるみの、ダンとタクミ。脱いだ。うん。これもね、結局やっぱり、見てたんだよ、こっちを。買ってほしそうに。ダンがな。ダンが見てた。ダンがやっぱ。ダンがやっぱね。まあ、リーダーだからな。そう、リーダーだから、やっぱり、ここは押さえとかないとなっていう。そう、なんで、まあこれもね、生放送中とかにね、ちょっと見える位置に置いときたいので、まあ、やっぱり絵になるじゃないですか、二人いれば。いや、やっぱ可愛いですな。可愛いでしょ、全部。そうそう。で、最後がですね、ドドン。
君の花になるステッカーセットでございます。あ、ステッカーじゃん。ステッカーセット、いいね、はい、いいね、いいね、いいね。これはまあブルームのねロゴとか、あとはメンバーの名前のねステッカーとかが入ってたりして、うんうんうん、割としっかりした作りになってるので、まあパソコンとかね貼ったりスマホに挟んだりしていいのかなっていう感じですね。可愛いですな。可愛いです、はい、ということでこれで1万1000円。1万1000円。あ、お前超えました。1万円って言ってたけど消費税か。まあ消費税とかあってね、超えちゃったんですけども。なるほど。でも値段じゃないもんね。まあ、ね、いい買い物だよね。そう、値段じゃないんですよ、本当に。もうこの笑顔を見たらもうマジで買ってよかったなっていうことで。でも確かにこのぬいぐるみとか見るとちょっと欲しいですな。いや、欲しいですよね。そう、だから正直もう選ぶのがめっちゃ苦労したというか。確かに。もうだいぶうろうろして、どうしよう、あれも欲しい、これも欲しいっつっていろいろ悩んだんですけども、まあこれになりまして。いいね。で今ですね、ポップアップストアで2000円以上お買い上げすると、このね、ポストカードがもらえるんですよね。2000円で1枚。はい。で、いきますよ。まず、タカラちゃんですね。あ、タカラ、ダンスタカラちゃん。そう、タカラちゃんです。で、次、ナルちゃん。ナルだ。ナル。ナルだのナル。最年少ナル。で、リュウセ。リュウセ。リュウセちゃん。寝ちゃ、眠そうですけど。はな、はな、で、ユキヤ。ユキヤ。ユキヤ、最年少ユキヤです。ツナ。で、最後、エイジ。エイジ。リアコエイジ。ということで。あ、なるほど。ね、これでちょっと、帳尻合わせ。そう。だね、俺も思ったの。あれ推し面が出なかった、まあもちろん全員嬉しいんだけど、はい、推し面出なかったって思ったけど、逆にねこのメンバーのグッズないからちょうど良かったかなっていう感じで。これはこれで優しくていいな。でもね、だからもうなんかメンバーの全員分あるなっていう感じでね揃ったんですけども、すごい、はい、っていうことで ねやっぱさっきも言ったけど全然足りないですわ。足りんね、本当に足りないですし、もうね、ブルームのグッズってたくさん出てるんだよ、ね、いや、ほんまに。そう、まずまあ第1弾、第2弾とグッズがずらーっとあって、うん、あとね、劇中で実際にメンバーが着用しているアパレルブランドのコラボウェアとか、はいはいはい、そうそう、あれもまた可愛くて、もう細かく言えば写真集とかね、もうほんとまだまだあるんですよ。なるほどね。めちゃくちゃあるんですよ。ということでまだあります。え、何ですかそれ。そう、ということでまだあります。え、怖っ。こちら、はい、ということでですね、暴走してます。こちらがですね、現在渋谷パルコで開催されているブルームの写真展で販売されている会場限定グッズですね、はい、ただこのね、ポップアップストアとはまた別なんですけど、なるほど、ね、まあ、歩いて行ける距離なんですけども、それ行ってきまして、まあ、事前のね、チケットを購入して実際行って、その時間に集合してその展示の写真を見れるっていうことなんですけども、なるほど、もうめちゃくちゃ良かったですね。あら、本当にだ、多分写真集のオフショットみたいなとか、なんか別のカットが多分あれ並んでんのかな。なるほど。そう、それを見れて、で、あと実際に写真撮影 OK な場所があったので、それで写真撮ってきて、で、俺一人で行ったから、あ、ちょっとね、一人で、一人で行ったから、前にいたブルーミーのね、お姉さんに、はい、ちょっと写真撮ってもらっていいですかって、通報されなかった。いや、大丈夫です。でもね、さすがにね、30代青髪男子は俺しかいなかった。あ、そうなんだ、やっぱり。やっぱね、若いね、みんな。え、男性の方もいらっしゃる？いない。一人もいなかった。そうなんだ。そうだ、メンズ、メンズブルーミーだった、唯一の。いいね。そうで、めちゃくちゃ楽しくて、じゃあ、その写真撮ってくださった方、ありがとうございます。はい。ということで、めちゃくちゃね、満喫してきたんですけども、そちらでね、買った、ランダム缶バッジ、そしてランダムアクリルチェーンを購入しました。なるほど。これが会場限定なので、はいはいはい、じゃあ、早速開けていこうか。はい。ということで、これもね、まあ、アクリルチェーンと缶バッジも、それぞれね、なんか2種類ずつあって。うん、じゃあ、私の方から失礼させていただいて。はい。はい、誰から、もう誰出ても嬉しいんだけどね、正直。誰？ダンだ！マジ？おぉ、ダンだ、すごい！ダンのこのアクリルキーホルダー。めっちゃ嬉しい。やったぜ。え、いいな。最高。ダンか、ダンだ。ダン来ました。じゃあ、続いて私。誰だろう。待って、やばい、奇跡。え、何？匠出た。え、マジ？やばい、すごい。やばい、やばい、すごすぎない？繋がってんじゃん。すごすぎない？繋がってんじゃん。すごすぎない？え？めっちゃ嬉しい。ほんまや。めっちゃ嬉しい。お前、引きよ。めっちゃ嬉しい。ランダムでしょ？え、ランダム、ランダム。すげえ。めっちゃ引きいいじゃん。ということで、アクリルチェーンは、ダンと匠出ました。すげー。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。はい、ということで、次、缶バッジいくよ。すごい。はい、缶バッジ。はい、制作から開けます。色的にはね、宝だけど。色的にはね。うん。はい。何でしょうか。誰？匠だよ。ま、マジ。マジ。すごい。すごい。ちょっと待って、これは。え、かっけえ。これはちょっともう段引かなきゃなんじゃないか。普段と違う匠が乗ってます。はい。じゃあいきます。あ、これは。え、匠だよ。匠だよ。しかも違う種類だから、ほら。はい、やばい、お前。え、ランダムなんだよ、ね。え、ランダムで違う。え、お前付き合うんじゃない？付き合える。付き合えるかなこれ。マジ。やばくない？マジ。お前引きよすぎ。引きよすぎじゃない？すげえ。はい、ということで、やっぱランダムはね、こういう、なるほどね、楽しさがあるということで、はい、いやー、はい、ありがとうございます。すごい、いや、めっちゃ嬉しい。普通に撮影とか抜きにして嬉しすぎるわ。
ということで、うん、ちょっとまだまだね、いろいろ語り尽くしたいですし、まだまだ買いたいので、やっぱこうグッズを目の前にして、うん、手に取ってみると欲しくなるな。いや、そうなのよ、やっぱね、ほんと今楽しい。あ、今生きてて楽しいです。いいですなぁ、ほんとにね、これぞオタ活。そう、これぞオタ活です。そう、ということなんで、うん、ちょっとね、引き続きちょっとアクスタとかはね、まだ売ってなかったので、ポップアップに、うん、なのでちょっと通販でね、他のグッズも随時ポチってまた紹介していきたいと思いますので、ね、うん、皆さんも何か買ったとかいうのあれば教えてください、お願いします。はい、ということでですね、ではまた次は第2話の直後動画でお会いしましょう、うん、ということで、リアルタイム放送もありますしね、ぜひぜひ一緒に君の花になる盛り上げていきましょう。ということで、以上、ろくろくみでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ということで、サク。はい。サクのグッズを2000円以上買ったら、漏れなくこれがもらえます。本当に貴重です。うん。生、よだれかけ。はいですね。どういう意味、はい、名前よだれ垂れるんで、僕、よだれかけをあげます。よだれかけ。生よ、生